皆さんこんにちは。トゥです。お待たせしました。トシの T と、若子の W と、あとはこのスダカスソングス主催の O ちゃん、私たちの何、ですかね、まあ、繋いでくれた O ちゃんの2で、あ、2ですねあのちょっと一つあれなんですよ、あの、夏、7月終わりぐらいにあの2人で同じ時期に風邪をひきまして、で、私39度ぐらい出て、なんか久しぶりに、でまあ熱は下がったんですけど声がずっと戻らないまま、それから夏はね、ずっと咳がね必ず夜中に。そうなんですよね。でなんかあの職業柄の今の学童保育の仕事をしてるんですけど、もう毎日もう朝から晩まで大声を張り上げているもので、もう治る間がなかったんでまあすいません、ちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけど、お許しください。今日は、短い間ですが楽しんでいただいていただけたらと思います。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ、僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ、高い声も出せずに思い通り歌えない、それでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな、割れんばかりの拍手も響き渡る歓声もいらない、君だけ分かってよ分かってよ、誰に夢が叶ったの、お似合いの言葉が生まれてきた幸せ味わってるんだよ、今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの、山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ、年を取ると増えてくばっかだ、好きだよ分かってよ分かってよ、ねえ何夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ、何夢が叶ったの、愛が溢れてI'm not afraid to die.
片思いっていう曲なんですけど、実はトシさんがあれですね、まあ、私たち2でもやってるんですけど、和楽器番長という和楽器バンドのコピーバンドも、してるんですよ。で、その、和楽器バンドのメンバーさんで、結婚するお二人がいて、でまあ、その、お祝いの時に歌わせてもらった歌なんですけど、今日びっくりしたんですけど、そのちょうどお二人が聞きに来てくれまして、まさかのサプライズ。びっくりしました、ありがとうございます。本当にで、なんかすごい緊張感が増してます。いや、いいんだけど。嬉しくてです。ありがとうございます。ボーカルのね、そうね、ボーカルのなおちゃんという可愛い女の子と、ドラムのかっちゃんという熱いかっこいい男の子がいるんですけど、はい、よいしょ。で、まあ、私は、あれですね、ソングスももう6回目になる、早いなと思って、まあ、毎年何かの形でこちらも出させていただいてるんですけど、でまあ、自分で歌も作って歌ったりもしています。で、私誕生日がちょうど7月7日の七夕なんですけど、で、七夕で、2年前に2人入籍したんですけど、まあ、誕生日の日に、結婚入籍するっていうのが、まあ、昔から私の夢で、それが叶ったなと思って、でそういえばもうまだ、2人がまだ出会ったぐらいですかね、まあ、私が実は一目惚れみたいなだったので、まあ、結婚するのがずっと夢だったんですけど、なんかそういう時に、まあ、天の川にね、ちょっとなんか願いを込めてみようと思って作った曲がありました。で、今は願いが叶ったなと思いながら歌わせていただきたいと思います。天の川に願いを。ワン、ツー、スリー。Oh.
毎日がなんていうんですかね、ドタンバってこちらだけなんですお笑いみたいな日常を過ごしていますが、でも本当におーちゃんとかこの SONGS の皆さんがずっと見守ってくれてたおかげで、なんか今ここにあるなと、とても感慨深く思いながら、日々を過ごしています。で、あれですね、なんかあれですよね、そういえば和楽器番長さんというバンドもあるんですけど、なんかかつてすごい何ですか、柑橘系バンド、なんかカボスっていうのがありましたよね、そういえば。ありましたけど、そんなカボスっていう、なんかもう2回ライブしてなんか解散したバンドがいましたよね。で、それが長いね、長く苦楽を共にした彼ともね。あ、そうだね、2回で解散で、それがこのトシさんとシゲさんっていう、今日はいないんですけど、去年ポテサラとして一緒に歌ってたシゲさんという2人組のユニットでカボスっていうのがかつてありました。で、まあもう今から10年ぐらい前ですかね、オリオンというライブハウスでなんか初ライブした時に、なんかすごいこうその歌を私がこう聞いたんですけど、でちょうど、まあ、自分もなんかこう日々モヤモヤなんかしてたんですね。ちょうどなんかすごいその歌が金銭に触れて、なんかボロボロ涙が止まらなくなっちゃって聞いてて。あ、そうなんですか。そうなんです、実は。それは初耳です。なんかで、その時なんか歌を聞いてなんか涙を流して、なんかすごい癒されるとか、こう元気になる感覚をすごい知ったような気がして、でなんかその歌が私の中ですごいこう大事で大きくなってたんですよね。で今年、まあなんか夏っぽい歌で、なんかちょっとこう夏の終わりだし、まあなんか郷愁というか、なんとなく寂しいけどでも秋が来るなっていうような歌、あ、ちょうどいいじゃんと思って、それを歌わせてもらおうと思って歌います。はい。なんか大丈夫ですか、大丈夫です。なんか思いの丈とかないですか。思いの丈ではないです。タイトルだけ言っていただければ。あ、わかりました。わかりました。いいですか。カボスはもういないんですけど。カボスはもういいです。じゃあ、聞いてください。Oh Shiny Days。どこかで聞こえる。
る坂の途中気づかずにいた涙の輪って今ひだまりみたいに抱きしめてるおしゃれにデイズ忘れない夏の日倉敷屋というんですけど、で10年弱ぐらい母と一緒に仕事をしてて、で、まあ、そこでその本当にちっちゃいカウンターのお店なんですけど、おーちゃんが最初にトントンと扉をあガラッですね扉を開けて来てくれてでおーちゃんはなんか入るまで3年間ぐらいこう行ったり来たり迷ってなんか高い店じゃないかなとかぼったくれんかな、まあ、なんか見えないんで中が見えないどんな店なんかなみたいにこうな、3年間ぐらいで、ある時うちの母がなんかお店の外でお客さん の, なくした自転車の鍵を一緒に探してたらしいんですね。だからなんかあこのままだったら多分安心して入れるかなと思ってくれたらしくて、でそれでおーちゃんが来てくれるようになりました。で私がまだその時大学生4年生ぐらいだったんですけど、でなんかおーちゃんがなんか音楽が好きですって言ったらなんか1曲歌ってみみたいな感じ で,、まあ、でそれが私おーちゃんとの出会いとかで それからなんか自分のこう思いを歌にして届けるとか、まあ、いろんなことをおーちゃんに学んだなと、私の師匠なんですけど、でその倉敷屋も、2013年の秋に、閉めることになりました。でその時、おーちゃんから広がっていったたくさんのお友達が今もここにいてくれる方々とかが惜しんでくれたんですけど、まあ終止符というか一旦区切りをということで閉めました。で、その時はこうすぐ気持ちは分からなかったんですけど、こうなんかちょっとずつ時を経るごとにいろいろ思い出してきて、なんかこううちの母ともいろんな日をこう過ごしながら来たなとか、なんかいろんな場面が後からいろいろお身を蘇ってきて、でそんな時に、歌にしようと思って、作ったこの曲です。なんかもうちょっとで暑い夏も終わって秋になるんですけど、秋になったら、畑に稲がいっぱいわーってこう、ね、風になびいて綺麗だなって思って、なんか実ってるなと思ったので、実りと名付けました。では最後になりますが、聴いてください。みのり。
Me no.
ありがとうございます。